私の名前は桜井音葉。音のない世界に生まれた。読んであげた方がいいんじゃない？おトイレが終わった。忘れないでね。ちょ、貸して。あ、ちょっと見て。危ない。右見て。落としましたよ。お母さんが病院運ばれたもん。かわいそうな子じゃないのよ。ありがとう。